皆様、こんばんは。今日は2021年4月1日木曜日です。今日のテーマについて、中国はまだ病気の影響で温暖症が閉鎖となりました。基本ですが、すべての住民は外出禁止です。一つの世帯に対して、1日1回だけの外出は許されます。 まだ1時間以内です。そして自動車は運転禁止です。すべての交通機関、お店、水道業、ガソリンサンドの運営はすべて禁止です。いつ解禁するかは未定です。これについて話をしたいと思います。次の話題は菅総理はバイデン大統領、アメリカの訪問について中共は日本に対して警告をしています。日本はもし台湾の議題で アメリカに着くなら重大な結果に直面し痛い思いをさせると言いました。チンピラの政府ですので、これについて話をしたいと思います。半年前、去年の9月から10月、ウーナン症の水励ですが閉鎖となりました。その後、社会主義だからこそ病気に処理しましたと。我々はもう処理したということで、感染者はもういないです。ゼロですと。解禁となりました。 しかし昨日からまだ閉鎖となりました。報道では6名の方が重症です。3名が無症状ですと。しかしこれは信じられないです。なぜかというと、全国2000名の医療関係者を募集して応援に行きました。という報道もあります。本当に6名あるいは9名だけでしょうかそれで全国で2000名の医療関係者を募集する必要あるでしょうか また、中国には病気にやはり処理し,たしましたということで、感染者はもういないという意味です。しかし、ずっと閉鎖、解禁、また閉鎖、この繰り返しなんです。全国ではなく、都市によって対応は違いますが、みんな外国のせいにしています。王南省は今回、 ベトナムからの感染者は1人いたから広がっているとははっきり言わないですが、報道ではベトナム人1人感染されていると優先的に報道されています。これでわかるのは外国のせいにしています。これもおかしいです。アメリカであっても日本であっても外国人は感染されましたと報道はします。ただ、どこの国、 というのははっきりと報道しません。なぜかというと、偏見,まあ、偏見とか、そういうやはりされないように、やはり人権を守るとか、そういう意味ではありますが、えー、報道しませんと。中国では外国の名前ははっきりと言いますので、中国ではもう人権というのが、偏見というのは常に起きています。まだ数ヶ月前ですが、北京、新洋、大連などの都会、えー、都市ですが閉鎖となったり、 ありましたが原因というのは外国からの冷凍食品の箱梱包から病気の菌が検出されたと報道していますつまり我々中国には病気に勝利しましたけれども外国から来るということでもう仕方ないですよねという意味ですこれは中共の言い訳なんです 水礼氏は今日から全ての市民は検査を受けることになりますが、みんなの順番ですので、団地の中で検査をします。団地の管理人、つまり共産党員が朝3時にインターフォンをピンポン鳴らしますので、順番ですが24時間動きますので、それで住民が目が覚めてマンションから降りてですね、検査を受けると。これは中京が自分の宣伝として報道しています。 つまり我々はとても重視しているよっていうふうに宣伝されています。しかし、その、そのマンションに住んでいる国民、あるいは住民の生活というのは考慮されていません。その団地に、その、えー ま世帯に、えー、お年寄りの方赤ちゃんいるかどうか全く考慮されていないという意味です一番大変なのはやはり高校3年生の学生さんですあと3ヶ月で大学の受験なんです日本と違って大学の受験というのは1日だけなんですこの日だけなんです自由で 試験を、試験を受けることはないんです。その試験というのは年1回しかありません。そして普通なら一生に1回だけのチャンスです。温ン症は基本ですが入るのは禁止です。どうしても温ン症から出るということで出るならですね、24時間以内の検査結果、陰性の証明書が必要になってきます。以前言いましたが、水冷死というのはベトナムに近いです。えー、翡翠の え、取引市場がそこにありますので、必須の土博場でもありますので、たくさんの人はこれで貧乏になったり、まだ一部の方はこれでお金持ちになったりはあります。以前の動画で言ったことはあります。それでわかるのは、中国のワクチンは実に機能はないんです。けれども、これでわかるのは、ワクチンっていうのは本当に大事です。ワクチンがないと、ずっとこの繰り返しです。中国では、 大規模なワクチンを作ってあると、生産してありますよと、そして外国に援助していますよと言いますが、ただし中国の国内では大規模な注射というのはしていませんでした。しかしこれから強制的に予防接種を受けるようになってきます。ただしお年寄りは自由です。まだおすすめはしませんと。若い方には、えー、注射しましょうと勧められてきます。 これはアメリカ、まだイギリスとは違います。日本も違いますが、みんなお年寄りが先なんです。お年寄りが優先です。でも中国では若い子が優先です。しかし若い子が中国製のワクチンを信用しないんです。 別に今回の病気のワクチンに対して信用しないわけではないんです。中国製の全てのワクチンは信用できないという意味です。中国製のワク,のワクチンというのは99%が、あるいは99.9%のワクチンが偽造です。全くの効果はないんです。これについてはもう証明されています。 以前の動画でも言ったことあります。すべてが嘘です。今回の病気のワクチンに対しても偽造たくさんされています。というふうに私も動画で言いましたけれども、これは日本に対、日本でも報道されています。そして中国でも報道されています。大規模な偽造はされています。これは本当におかしいというふうに思います。まだ今回は若い子で、 だと言いながら、やはりそういう誘惑的な行動をしますので、例えばワクチン注射を受けるなら、そういうお醤油とか油とか、そういうのを、ものをあけますよと言います。誘惑して注射に来てもらいます。やはり今中国の物価というのはとても高いですので、一部の若い子たちは特に外来人口、 え、出かぎ労働者というのは、やはりお金がありませんので、これで、やはり誘惑されて、ワクチンを注射に受けに行きます。一応ワクチンの注射というのは、ただでやってきます。え、以前の動画で言いましたが、最初は、ただですと。でも次は、中共は、やはり国民のことを考えて、負担にならないような金額を検討していくと。つまり、有料です。それで、もっと、 受ける人は少ないんです。っていうかみんな全員受けないんです。それで無料になってきました。そして無料になったとしてもまだ受ける人は少ないんです。でも受けてほしいです。そうすると次は醤油とかお醤油とかお酢とかそういった え、材料、まあ、調味料ですね。え、誘惑して来てもらうようにしています。これが、中教のやり方なんです。つまり、強制的だと言いますが、反強制です。でも、私の知り合いでは、あるいは友達ではありますが、え、国営企業に勤めている人たちは、やはり受けないといけません。特、ま、あもしですね、私のように、え、去年手術受けましたとか、そうすると、やはり受けなくてもいいんです。 やはり持病が持っているという意味であの、受けなくてもよろしいですよと。ただし、先進、私もすごい気になりますが、先進国では老人、あるいはお年寄りが優先です。やはりリスクが高いですので、病気にかか,、まあ、か,かりましたら、重症になるリスクが高いです。でも、中国では若い子に優先されます。というのはですね、私も聞いた話ではありますが、もしですね、このワクチンがやはり、 あの危険ですので、もしあの偽造ならですね、まだいいんです。中はミネラルウォーター、蒸留水、あるいは水道水の可能性ありますので、でも一応は大丈夫です。なぜかというと、血管に打つわけではないですので、筋肉に注射されますので、まだまだ大丈夫の方です。 しかし、本当にワクチンですと、やはり中に菌入っていますので、体に出社されます。もし、抗体、あるいは自分の免疫力が低下すると、本当にかかってしまうんです。そうすると、自分が本当に患者になってしまうんです。これが、これを理由にして、こういう原因があって、やはりまあお年寄りはお勧めされないんです。そういう話をあの聞きましたけれども。 あの、真実かどうかは分かりませんけれども、やはり、えー、中国製のワクチンっていうのはもともと信用できないので、今回の病気のワクチンというのはもっと信用できないんです。そして、今この状態なのに、それでも大規模な偽造とか、やっぱり発生されていますので、ありますので、非常に信用できない。 といいう,うに思います。なので、まあ、私的にはあの私自身が、えー、やはり手術を受けましたのであの病気も出ますということで今治療中ですのであの受けなくてもいいんですが、えー、他の方は、えー、やはり、まあ、そういう誘惑をされてあるいは企業に勧められて受けないといけません。 そして、上海ですが、上海を代表ですが、えー、今日からですね、4月1日からですが、24時間、上海で滞在されると、絶対公安局に行って登記することです。えー、お届け出すことです。つまり、上海っていうのは、基本ですが、地方の方、上海で24時間滞在されると、すべて届け、 を出すという意味です。とても厳しく管理されるようになってきます。これが警察が国を管理していくっていう傾向ではないかというふうに私は思います。まだ機会ありましたら詳しく言いたいと思いますが。 菅総理は今年、今月9日にアメリカの訪問を計画されていますが、私は非常に嬉しいと思います。中共はこれに対して緊張しています。なぜなら中共は訪問に行きたいんです。アメリカの訪問。でも拒否されました。中共は緊張している、あるいは心配しているのは日本がアメリカと一緒に自分を制裁される、あるいはすることについては心配していないんです。 でも日本はアメリカと一緒に台湾を守ると声明されることについてとても心配しています。日本は台湾海峡あるいは日本の周りの平和を守ると声明する可能性は非常にあります。もちろんこれは正しいことではあります。当たり前のことですので、中共は日本に対してよく考えろと我々は近所ですし、経済、貿易との付き合いは とても深い関係を持っていますよね、と、えー。もしアメリカに着くならですね、中共は我々は絶対に許せませんと。そうすると、えー、きっと痛い,いのは日本ですよと警告しています。そして、えー、韓国を褒めています。韓国の,、えー、あの外務長官ですが、2月9日、 新しい外務長官、就任されまして、4月3日、あさってですが、中国に訪問に来ます。 で、で外務長官と会談される予定ではあります。そして、韓国はのことを非常に褒めています。韓国は日本と違って我々についてくると、そして中国と一緒にアメリカを制裁、まあ、牽制するっていう行動を出さ,出されているというふうに韓国のことを褒めています。でも、韓国の場合はやはり外務長官ですので、韓国の大統領ではないんですね。 というふうに私は思います。そして韓国は中国に、えー、まあ中共に騙されているというふうに思います。韓国の横はやはり北朝鮮です。北朝鮮は中国の言いなりになっていますので、バイデンが大統領になってから北朝鮮は急にですね、トランプと違っ ので、急にこれから各実験を積極的にやっていきますよと宣誓しましたので、これは非常に危ないと韓国は警戒しています。やはり自分の隣っていうのは北朝鮮ですので、いつ攻撃されるかはわかりませんというのは、 韓国の政府の考えです。そして韓国の政府、まあ、民主主義の政府というのは国民の安全を守るのが大前提ですので、やはり選挙ありますので。なので、韓国の政府は北朝鮮のことを警戒して中国にお願いをしていきます。で、中国に、中共にお願いして北朝鮮に静かにしてほしいですよと。 お願いしますと。そして、中共はこれで韓国を牽制することができました。韓国に対して、うちに訪問に来てくれるなら考えますよと。それで、韓国の大統領はちょっとあれでよ,よくないんですね。やはりアメリカの顔もありますので、国民の考えもありますので、それで外務長官はやむを得なく、中国の深圳に訪問に行くというふうに、甘いですが、訪問に行くことにな,な,なりました。 こういう流れなんですけれども、次ですが、私が思っていることを皆様に言いたいと思いますが、やはり菅総理はアメリカの訪問、私は非常に嬉しいですし、賛成しています。きっと良い結果出るでしょうと、私は思います。なぜかというと、アメリカは日本を期待しているというのは現実です。 そして、日本の協力というのは大変期待されています。アジアではアメリカ、やはり遠いですので、アジアのリーダーというのは、本来は、実はですね、日本のままなんです。今でもそうですが。ただし、日本の貿易、経済は中国に牽制されています。これは宗教が言っています。でも、私は違うと思います。なぜかというと、日本の方もそういうふうに思う方は実に かなりいらっしゃるではないかと思いますが、これは中国側の報道を受けて、そういうふうに思っているというふうに私は思いますが、なぜかというと、例えばですが、中国はたくさん外国のものを買っています。例えば、日本からの設備、日本からの部品、たくさんセンサーとかそういった種類ですが、あるいはシステム、ハードウェア、そういったものを日本から購入しています。 で、日本は、えー、中国を市場,に見てい市場として見ていますので我々は物を買わないと、日本のものを買わないと日本の経済は崩壊でしょうと中共は日本に呼びかけていますそれは皆様はそういうふうに聞くようになってきていますもう一つですがそれは中国,中国は日本のものを買う場合ですねその次は中国はとても安いもの例えばアパレル帽子靴下 マフラ、ー、マクフラ、ー、そういったものを日本に対して輸出されます。そして日本の方は安くそういったものを手に入れていますので、ほら、中国はすごいでしょうと我々が。我々がいないと。我々はそういったものを日本に送らないと。日本の方は安くこのものは買えませんよねと。なので、中国は日本にとってやはり欠かせないですよね。大事でしょうと。そういうふうに表現されています。 それで中国はずっと日本をリードしている。あるいは中国はずっと日本を牽制している。あるいは日本は中国に牽制されているというふうに思わせるというか表現されている形にはなっていますが、実際的にそうではないんです。例えば今回の h m の事件ですが、ナイキとアディダスは別にしてですね、あの h m は今日声明されましたが、譲るというのは 譲るの姿勢、あるいは誤るというのは一切ないんです。我々は今後、中国の市場を大事にしていきます。そして中国の国民と付き合っていきます。良い商品を提供していきますよというふうにしか言わないんです。誤りというのは一切しないんです。でも中国ではナイキ、アディダス、イッチャーネムは実に あの、やはり買う人が多いです。正直にすごい多いです。なぜかというと、H&M は3割引き、30%オフとなってくると、もう本当に一緒で売り切れですね。あの、そ,そういう流れなんです。なので、メーカーというのは、中国で、中国に対して発注します。中国で工場を作るのは、ほの一部なんです。ただ、日本の方は、例えば、ユニクロ。 まあ、無印であっても、中国に、あるいはニトリ出あってもですね、中国に行って、物を見に行きます。検査、あるいはチェックしに行きます。合格しましたら、どうぞ日本に輸出していいですよという意味です。そして、この商品については、ちょっと不合格率多すぎますよね。どういうふうに改善すればいいのか、どういうふうに改善して良い製品作れるのか、日本の方が考えてくれます。 そして作業の方法、効率よく、どういうふうに作業すれば効率よくなるのかを考えてくれます。それで運営するのは中国のメーカーなんです。 ただし、これからの流れとしては、例えばですが、アメリカは、えー、あるいはヨーロッパですが、中国に対してそういう発注はしませんと。やはり発注すると、えー、まあ、注文をかけ、まあ、発注してしまうと、中国で作られたものは、ウイグル製の免カが含まれる可能性があるっていうことで、やはり良くないです。そういう、まあ、考え方、認識ではありますので、これからは例えばですが、ベトナムに対して発注します。そして、 ベトナムののメーカーカはこの注文を受けます。例えば今回はユニクロの T シャツ100万枚です。100万です。100万でしたらちょっときついですが、でも我々は頑張って生産しますよと、そして機械とか設備とか導入します。そしてひょっとしたらユニクロからお金貸してくれるかもしれません。まだアドバイスしてくれるかもしれません。 そうすると、ベトナムのメーカーはどん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 発展してくるようになってくるというふうに思います。なので、先進国の良いところは、工場をそこに作ることではなくて、発注するだけでいいんです。やはり、お金持っているからです。注文ですね。なので、需要があるということで、お金持っているということで、高く売れる。 というのがベトナムが思っていますのでベトナムを例にしていますがいいのでもいいんですが発注してしまうとこのメーカーは自分で成長していくようになってきます。もちろんですが一部中国の製造業のアパレルメーカーはアメ,リカアメリカの制裁を受けてこれからベトナムに移転される可能性は出てきます。 これについては私は賛成ではありますが、やはり中共は儲かってしまうといいことはしません。悪いことばっかりしてしまいます。中共は忘れていたでしょうけれども、それとも、まあ、忘れてはないですね。やはり日本を利用しているというのが現状ではありますが、日本からたくさんのお金は無償で貸してくれたり、そして寄付されていたり。 それを恩返しというのはずっとしていないんです。そして日本からの、えー、そういう援助とかを受けたにもかかわらず国民に対してずっと内緒にしています。これについては日本の政府は知っているというふうに思います。ただしどうして強い姿勢を出さないのか。 今はあまり良くないですが、これからは少しずつい,い今、言ってもいいようになってくるではないかなと思いますが、皆様は実際的にやはりお分かりかなと思います。中にやはり中共に買収されている方はいらっしゃいますので、そういう状態になってきていますが、ただし、日本っていう国ですが、本当は素晴らしいですね。なので、あの、中教の言いなりにならないように、アメリカに着くとか、アメリカの言いなりとか、 アメリカの言うことを聞くとかそういう問題ではなくてみんな先進国だからこそ価値観が同じです価値観が同じっていうことであの自分を守るっていう意味で宗教に対して牽制する日本は宗教に対して牽制するだからアメリカの言いなりになっているっていう考えは、えー、ではないんですただ日本は自分を守るためにであっても 自分の国,国の利益、国益、えー、守るためであっても、やはり中共を牽制する、あるいは、えー、制裁する必要はあるというふうに思いますが、もちろんですが、これは長いスパンで、時期で見ないといけませんけれども、ただし今、これからやっていくべきというふうに思いますが、今回は菅総理とバイデン大統領の会談、私は非常に、えー、まずこの会談に対しては嬉しく思いますし、そして そしてひょっとしたらですね私は期待でもありますが日本がアメリカに要求されてアジアで、えー、力強くリードしていくしていかないといけませんそういう立場になってくるではないかと思いますそして、えー、国の前の動画でも言いましたが投資ですが外国に対して投資するその外国というのは新興国例えばミャンマー 中国、えー、もちろんですが、ベトナムでもいいんですあ。あるいはインド、あるいはバングラディッシュ、そういった、えー、第三国とは言わないんですが、まあ、新興国、えー、あるいは発展途上国に投資するっていうのは、えー、世界的な流れになってきています。やはり先進国にはもう何でもありますので、我々は何でもあるから、もう投資する価値ないでしょうと。 思っているのが、の方が多いんです。あるいは、政治家もそうですし、企業もそうですし。でも、これからですが、例えば、次世代のエネルギー、あるいは、えー、これからの電気自動車、あるいは、これからの生活、環境が変わるということで、自分、自分の国で投資する。つまり、例えば、電線、電柱なくすとか、あるいは、5G の 技術を発展させるとか、あるいは充電、電気自動車を普及するためには充電スポットの普及とか、あるいは新しいエネルギーは風力発電、太陽光発電以外に、日本も言いましたが、これから宇宙からの 太陽光、まあ、あるいは電気ですね。地球で受け取って使うと。これについては実は実現できるではないかと思います。なぜかというと、今のスマホですが、一部のスマホではありますが、ワイヤレス充電できますよね。できるようになってきていますので、自動車もこのようになってくるではないかと思います。つまり、走りながら充電する。街自体がそういうワイヤレス充電できるような え、まあ、プレイドというか、引いてありますので、まあ、これは当然ですが、まあ、私の期待、あるいは夢であることかもしれませんけれども、でも、ドイツはこれからやろうとしているのは、 電柱で、どこの電柱でも充電できるようになるというふうに宣伝されています。また、アメリカでも、やはり充電スポット、これからたくさん作っていくという動きもありますので、つまり、みんなは自分のこれからですが、自分は自分の国に対して投資していこうという動きは、やはり見えてきているではないかと思います。これについてですが、私も非常に賛成ではあります。やはり、 自自分の国に対して自信を持つこととが大事ではないかと思いか思ます。例えばですがトヨタの新しい都市、えー、自分が持っているあれはトヨタの、えー、土地という以前の土地あの生産していた土地ですがのはずなんですけれどもそこで新しい都市開発していくのですがその都市はどんな都市になるのか あの、わ、わ、私もわかりませんけれども、今はこれからですので、やはり楽しみではありますので、きっと今の私には想像できない、え、都市、え、シティになるではないかと思います。皆様と一緒に見ていきたいと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。